当人を地は、1928年に発表された、十一夜吉三郎による日本の小説であり、同作を原作とし、1930年に、日活渦正撮影所が制作し、溝口賢治が監督した、日本のサイレント映画である。同作は、同撮影所が、日活京都撮影所と改称した後の1937年に、池田富康を監督に、当人、 沖地黒船上話のタイトルでリメイクしている。リメイク作品も含めて本校で衝実する。実在する人物、斉藤吉に取材し、1927年に村松春水が発表した実話当人、沖地の半券を買い取った新感覚派の小説家、十一谷吉三郎が、翌1928年に中央公論に掲載したのが書出であり、 引き続き1929年から1930年にかけて東京朝日新聞に連載した。1929年に万里格書房から上司した単行本は中央公論版であり、本作の他に村松春水による当人を起地を語る十一夜の黒船耳袋も収録されている。本作は新聞連載開始の翌年に映画化された。 十一夜は本作によって国民文芸賞を受賞した。話題の小説を最初に映画化したのは1930年、京都の日活渦図撮影所で十一夜の原作を旗本明一画脚色、溝口賢治が監督した。しかし同タイトルの映画、当を基吉を東京の可愛い映画製作者が早取りし、しかも村松春水の 実は当時、大吉を原作として、矢弘富士が脚色、村越章二郎が監督し、溝口版よりも1ヶ月早い同年6月6日に公開している。日活京都撮影者は、1937年、溝口版を、陶器入りメイク、11夜の原作を、滝川光陽が脚色、池田富康が監督して、同年6月17日に公開した。 11夜原作以外にも、上記の村越版も含めて、当人お吉をテーマとした映画作品は合計7作存在する。溝野口健の口賢治の当人お吉、池田富康の当人お吉黒船上話はいずれも東京国立近代美術館フィルムセンターに所蔵されておらず、いずれも松田映画社の主な所蔵リストには掲載されていない。 溝の口検事の当人を起地に関しては4分のフィルム断片が現存しており同じ溝の口の監督作でほぼオリジナルに近い形で現存するオリズルオ汚染とのカップリングで DVD に収録されデジタルミームがトーキングサイランツの第2集として2007年10月24日にリリースしている小説当人を起地は2020年4月現在すべて絶版である 青空文庫には収録されていないが、国立国会図書館の国立国会図書館デジタルコレクションに収録されており、閲覧、ダウンロードが可能である。山本義和と梅村陽子、当時お吉は、1930年制作、公開、日活渦正撮影所制作、日活配給による日本のサイレント映画、女性映画である。本編の大部分は散逸しているが、 4分のフィルム断片が現存する。当時、沖地黒船上話は、1937年製作、公開、日活京都撮影所制作、日活配給による日本の長編劇映画、女性映画である。本作のフィルムは散逸しており、現在鑑賞することができない。国立国会図書館蔵書、ありがとうございます。